とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー周回ですね。今回のタワー、やってるとなんか難しいなって思ってきました。でもまあ、前シーズンよりは若干はマシかな。はい、ということで、1日6周ぐらいで12周行きたいと思います。頑張ります。では、いいのが出てくるでしょうか。それでは1周目、達人ぐらいだけども、達人は持ってるんだよね。あ、栗さん黄金はいい。あ、旋風1かいらない。トゥルースシーカーは旋風、やっぱ旋風つきやすいな。次いきます。はい、お、ソウルダンサーが来た。ソウルダンサーワンチャンあるよ。虚無1ダメですね。ハイランド、あービーストサージいらない。下には、あ、魂の袋がついちゃってるな。あ、ソウルフォーカスもついてるな。あー、これはあれか、火炎フォーカスか稲妻フォーカスか、どっちかじゃない。頼む、出た。そう思ったよ。まあそんなもんだろうと思ったよ。これじゃない。ソウルダンサーの、クールダウン、ポーションバリア、魂の袋、ソウルフォーカス、もうその4つ決定なのよね。その4つがもう本当に強いから、ダメですね。3回目、おお、物がいいけども、ショックウェーブはいらないな。ショックはいらない。機械仕掛けもう持ってるしな。パープルも持ってるんだよな。あ、でも263は欲しいよ。263は欲しい。影。下にフォーカス系全部入ってるな。フォーカス系入ってる。あ、ちょっと待って、これ、入りやすいやつ全部下にあるね。ソウルフォーカス、雷フォーカス、火炎フォーカス、毒フォーカス全部あって、最後の叫びもある。ワンチャンあります。クールダウンかポーションバリアで、タンブルビー、デスバーター、ヘルスシナジー、どれか。防護1、防護の存在忘れてた。防護もね、つきやすいんだよね。いらない。爆発さんもいらないね。はい、次ですね。はい、おー、物がいいね、ほんと今日は。これは、火炎フォーカスとかはついてる。雷フォーカスじゃない？これつくのさ。でしょ？影の爆発か。いりません。オーバーチャージいらない。将棋、あー、3だったら正解だった。でもまあ、シメグの263はもう持ってる。いりません。いや、違うな。違います。次。はい。ボーンヘッドハンマーさ、最近よく見る。これ結構出るんだよね。で、他の、季節装備が出なくなってる気がする。おー、最高じゃないか。最高じゃないか。でも、もう持ってるんだ。いらない。お、これ黄金33って来てる。来るんじゃない、これ、冬の指先。うわ、ちょっと待って、下にいいやつがついてる。下にいいのがついてるな。バーストボーストリング、ついてる。ロールチャージ、連鎖反応。いや、でも爆発とかショックウェーブがある。頼む！あー、栗さんダメ。ダメです。ダメだー。クリティカルもなんか若干つきやすい気はするよね。いやー。いや、冬の指先もやっぱりね、理想的なやつじゃないと使いませんね。はい。もうちょっと頑張ろう。本日ラスト行きましょう。ラストが良くない。よくない。
稲妻フォーカスね。いりません。ビースティンガーももちろん。あー、3だったらよかった。1はダメ。フロストもいらないね。よし、じゃあ明日も頑張ろう。はい、では今日も頑張りましょう。いい感じ。一発目からいい感じです。まあ、ブロードソードはいらないね。吸血1。はい。いや、それならさ、それならもう心を奪うものでいいじゃん。吸血1なんて。そうだよ。問題は横。まあまあまあ、ヘルスシナージー。いや、でもこれね、最後の叫びか、稲妻フォーカスがどうせ出るんでしょ？はい。重力パルスか。いらない。北極ギツネもまあ、いらないですね。重力パルス3。やっぱり理想的なやつなかなか難しいな。はい。あ、勇者。勇者ね。あ、でね、ちょっと前の動画で、勇者のアーマーにヘルスシナジーがついてたじゃないですか。で、3と1変わんないなーみたいに言ったんだけども、あれ違いました。3、1変わる。うん。フルメタルの方に無防が入ってたのよ。無防で元々の HP が減ってたので、それだっただけで、やっぱり、ヘルスシナジーは1、3関係ありました。すいません。これは俺のミスです。うん。なので、勇者アーマーはまだ探してる途中ですね。どう？ダメです。フロストアーマーは、もちろんダメだね。ハイランド、良くない！次はどうでしょう？重力ハンマーはもちろんいらない。これ弱いんで、いらないですね。うん。バーストゲイル。使えるやつが来てほしい。どうだ？クリーチダメ。恐怖のバトルスタッフ、ダメ。旋風はまず当たらない。はい。あー、いらないな、まずね。急兵はいりません。無謀1、ダメ。あー、テンペストナイフは違うわ。違う。リゾルトじゃないとダメ。で、ビースティンガー。下に虚無重力がついてるね。弱体化もついてる。これはちょっとダメだと思う。ダメ！衝撃波まず合わない。あと2回いいですね。頑張ろう！あと2回頑張ろう！軽快な亀、まあ、ヘルスシナジーが入ってると、結構便利ではあるんだよね。この 25% 回復ブーストって。でも、どうしてもウィザーには負ける気がするんだ。毒フォーカス1。話になりません。英雄。フォーカス系が火炎がないね。で、最後の叫びもない。でも、主要なやつは1個も入ってないんで、ワンチャンある。頼む。どうだ。あー！いやー。同じハートでももうちょっとこの赤いハートだったらね、ヘルスシナジー3だったんだけども。ダメ！最後の叫びはいりません。心奪うもの。もうすでに最高のやつ持ってます。爆発にはいらないね。いいのが出ない、今日は。あと1回頑張りましょう。ラスト、おー！あー！爆発さんは悪くはないよ。悪くはないよ。不吉な剣いいかもしんない。爆発さんでしょ？で、下に、リフレッシュ。そうねー。これ重力欲しいとこだけども、重力を捨てて、爆発でいいか。うん。爆発、リフレッシュ、追い打ち、クリティカル。あ、じゃあクリティカルはもっとあるか。追い打ちと、虚無かな。いや、悪くないとは思うよ。悪くないと思うよ。こっちの方が欲しい。クールダウンはついてる。火炎フォーカスかな、これつくの。だよね。だよね。いやー、空腹の恐怖ね、かっこいいからちょっと欲しいんだけども。火炎フォーカスはいりません。ダイヤ剣いらない。うん。まあまあ、不吉の剣は、
いいんじゃない？ちょっとこれカスタムしてみよう。はい、ということで12週かな、多分やったと思います。うん。で、途中途中でね、ちょっといいのはあるんだけど、もうすでに持ってるやつとかがあったので、まあこの不吉な剣ぐらいでしたね。でもまあ1個出れば十分でしょう。はい、ではまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。